新しいお友達が来ます。さあ、というわけでお疲れ様です。バーナードです。本日も動画のご視聴ありがとうございます。今回はちょっとね、冒頭ちょびっとだけ Vlog なんですけども、池袋サンシャインシティの中にあるフラワーミッフィーですね。ちょっとお店の規模はね、浅草とかに比べるとちっちゃくてドリンクとかもないんですけども、まあ池袋でミッフィーグッズをね多く取り揃えてるお店っていうのは、このサンシャインのフラワーミッフィーが結構、まあ、有力なんじゃないかなと感じているバーナードです。まあ、この日もね、いろんなグッズ、フラワーミッフィー限定のグッズはもちろんなんですけども、オフィシャルのグッズもたくさん品揃えがありましたね。ここだけね、撮影をしていいですよってことだったので撮らせていただきました。コンペとめっちゃ可愛い。はい、ありがとうございます。チョコレートもいいですね。では今日もよろしくお願いします。さあ、というわけでお疲れ様です。バーナードです。自室に帰ってきました。そしてすで、に並んでいるこのメリーコミュートイのミフィロミフィフレンズですね。こちらを開封している紹介している動画は以前アップしているので、よかったらぜひご覧いただきたいんですけども、今回はですね、このラインナップに、新しいお友達が来ます。さあ、じゃあ来てもらいましょう。こちらです。じゃじゃーん、ディックブルーナ雪の日ミッフィーのメリコムトイ、こちらですね。いやー、ちょっとね、雪の日ミッフィーのグッズ一つも持ってないんですけど、どうしても一つ欲しくて、で、ちょっと前、去年の年末にかけてですね、雪の日ミッフィーのデザインのグッズってすごいいっぱい出てたんですけど、ちょっとそれらを我慢してですね、狙っていたメディコムコイ、メディコムトイの、狙っていたメディコムトイの雪の日ミッフィーが入荷していたタイミングで購入しました。ヨドバシカメラで、なんと、ヨドバシでね、売ってたんで、ちょうどポイントも結構今、ヨドバシカメラめっちゃ僕ポイント、保有してるので、サクッとポイントで購入したんですけども、まあ、このメディコムトイのミッフィーシリーズね、本当コスパというかね、僕の中で結構安いおもちゃだなと思ってて、これ1000円前後とかなんですよね、基本的に。1000円から1200円ぐらいの値段で買えるんで、非常におすすめのトイですね。デザイントイ的な感じの、ミッフィーちゃんたちでございます。サイズは僕が普段紹介しているポップマートとかと同じぐらいの、大きめのガチャと同じぐらいのサイズですかね。で、こちらなんですけども、まあ、前回これ、後ろの3つはね、1回開封してるんですけど、今これ綺麗に状態に戻ってるんですよね。っていうのも、これ開け方を工夫するとね、元の状態に戻せるん で、僕はね、この陳列されてるような感じで飾るのが好きなので、まあ、一度開封したのを、まあ、こういう感じで戻して、飾っております。はい。なので今回も、うまい具合に開けて、開封して戻したいと思います。で、このシリーズなんですけど、一応5体ですね、シリーズがあって、これすごいですよね。同じシリーズの中で顔がね、顔のデザイン違うものを取り扱ってるんですよね。王冠ミッフィーとお座りミッフィーもデザインが違って、雪の日と動物園のミッフィーがこれは同じデザインなんですけども、他の2つは違うっていう感じでね、まあ、いろんな、好みのまあ、お顔のデザインで選べるっていうのもまたいいですよね。クマのぬいぐるみとかもね、結構ね、これはこれで、まあこれだけミッフィーダーンって買ってきたんで、こういうね、サブキャラも1個で買ってもいいかなっていう気もするんですけども、まあついついどうしてもなんかミッフィー買っちゃうっていうね、そうなんですよね。で、今回は、今まで買ってなかった、とんがりお耳のね、ミッフィー、ちょっと横長の顔のミッフィーを購入しました。開けてみたいと思います。いやー、いいね。基本的にはこのテープの部分をこうカッターでピーッと切って、この後ろの紙をですね、こうスライドさせるような感じで外すとこのように出てくるんですよね。この瞬間ですよ。じゃん、来ました。雪の日ミッフィーが出てきましたね。ちょっとお待ちください。よいしょ。さあ、
ちょっと出してあげましょう。お、出てきました。そーっと出します。うわー、質感も最高ですね。いやー、いい。これほんとクオリティ高くないですか。これで一応まあ1000円前後で購入できるっていうね。マフラーもまたこのピンとなってる感じが非常に可愛いですね。もうね、この触り心地、触った感じのこのマットの質感なんですけど、ちょっと光沢、ちょっとツヤのある感じ、絶妙なね、もう本当にあのクレイアニメのミッフィーの質感に近い感じかもしれないですね。まああれを触ったことはないんですけど、イメージする感じ、そんな感じかなっていう気がしますね。いやーいいっすね。やっぱこの雪の日のミッフィーのデザインは、なんかやっぱ 色がね、もう大好きな僕のオレンジをねベースとしてるんで、オレンジと青ってね、またこの後ろ姿の色味とかどうですかね。これいや、クオリティも高いし、いや非常に素晴らしい一体ですね。いいね、雪の日。いやー、これはまたコレクションしてね、まあもちろんね、ちゃんとパッケージに戻して、後ろの子たちと同じような感じでまた飾ろうと思います。いやー、いいね。これもっとどんどん種類出てほしいな。なんかいろんなね、絵本の中のシーンとかね、いいね。まあ、ここまでミッフィー買ってきたんで、ミッフィーとダーンをね買ってきたんで、次はちょっとね、ちょっとサブキャラというか、まあ、別のお友達も、購入してみようかなと思っているバーナードです。はーい。いやー、素晴らしいですね。ちょっとこれ、こっからちょっと雑談的な感じなんですが、ちょっと残念ながらですね、僕はミッフィーのバレンタインモロゾフのチョコレートなんですが、オンラインのね、受付開始日の、開始日をちょっと間違えてましてですね、見事に購入できませんでした。欲しかったポーチ型のチョコレートは、残念ながら購入できませんでした。ちなみに去年はですね、ご友人方からですね、チョコレートをいただいて、ミッフィーのチョコをいただいてね、レビューしてて、だいぶ初期の Vlog なんですけどもね、去年、今年はちょっと自分で購入してね、何種類か買ってレビューしたかったんですが、もうオンラインショップは現段売り切れな状態なので、バレンタインね、過ぎると結構東急とかのモロゾフとか店頭に在庫が並ぶことがあるので、ちょっとね、バレンタイン過ぎにね、ミッフィーのモロゾフチョコレートは、まあ、何個か買えたらいいなっていうぐらいの感じで思っております。完全に間違えてたわ。もう開いたらとっくに始まってて、でウェブサイトのトップページの方に高額転売されてるんで絶対買わないでくださいって書いてあって、ですよねみたいなね、まあ、僕は転売からは絶対買わないので、今回はちょっとね、即最速的なのはもう諦めましたけども、まあ、気長にね、買えるタイミングを待とうかなと思ってるバーナードです。はい。というわけで、今回もミッフィー Vlog バーナードがお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。次はモロゾフ次の Vlog でモロゾフを美味しそうに食べてる食レポをしたいと思います。はい、さよなら。